ウィス、どうも皆さんお疲れ様です。カルミアです。ということで今回もコールオブデューティーウォーゾーンの動画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今回はね、サムネにもある通り DG56 を使ってソロデュオでプレイしてきた時の動画になります。マルチでもね、強いのは知ってると思うんですけども、ウォーゾーンでも強いです。反動が少なくて AR 枠なのでね、かなり機動力も高いです。早速ね、カスタムの方を紹介していきたいと思います。カスタムがね、こんな感じになっております。サイトは特にね、好きなものを使ってもらって構わないんですけど、おすすめはね、このイーグルアイっていう 2.5 倍サイトですね。SMG が WSP スワームです。このカスタムになってます。今回はね、ソロデュオなのでね、そこもね、注目しながら最後まで見ていただけたら嬉しいです。そしてこの動画少しでもね、良かったよとか参考になったよと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで動画の方へどうぞ。一旦スカベンやるか。飛んでるな。あれやりに行くか。オッケー。やり合ってんだよこれ。オッケー。奥にもいるね。ちょっと待って、エイム。こっち来んのかい。もう一人どこ行った？いるな。来ないなら行きますよ。ちょっと SMG 欲しいな。シンプルに。あるよ。あります。向こうでやり合ってる。裏か。Okay. なんか上にいる。今危なー。
ねえ、これも円外だ。起こした。OK?今いたな。いるな、下まで。オッケー。ベッチーが。どうしよう。まだ下でやり合ってる。あれでも出てくるしかないぞ。割れた。この鉄邪魔、鉄。やばい、20秒。あの人は SR の人だ。多分。OK? 何もね、やっべ。矢の上いけるかな。反対側。だよね、真横いたよね。あぶね、グダった。スライディング出なかった。一人は分かったけど、
オーケーオーケーソロディオ勝利ジャスト20キル8553ダメージ JJ